ははい皆さんこんこにちはの G ニュースチャンネルです、えー、今日はですね、ジ、ま、ジ、あ、ニュースっていうツイッターを見てたらですね、えー、ネットフリックスのエンジニア募集、ね、過去東京見てて、あー、年収600万から900万か、案外普通だなーって思ってたら、月収900万円、うっそだろお前っていうツイートがあったんですよ。んと思って読んでみたら、うわ、英語めっちゃ英語とか思ったけど、ヒロシ数字はわかる。アラビア数字だけわかるんだ。見てこれ、さらに、えー、 えー、600万円、2、900万円、ンマンスって書いてあるよね。これ見て。もう他はさ、これみんな英語なんだよ。こうやってダーって書いてあるんじゃん。ここだけさ、円なんだよ。ほら、600万円、2、900万円って書いてあるよね。すげえ、本当だーと思って。ね、この線いいね。ふわーっ,つって目立って。ね。で、あ、あのー、ちょっとネット f リックスでそんなにすげえのかなと思って。まあ、コメントとか読むとね。 これ、五色だろうとか間違いだろうって言うんですけど、結構エンジニアの人って月収2 300万って結構普通にもらってる人いるらしいんで、なんかいろいろ調べると。もしかしたら本当かもしれない。ちょっとね、コメント読んでみましょうか。ね、あ、ろしシソはツイッターやってるから、もしよかったら見に来てね、まあ、フォローしてね、<laughs> 適当にやってるんで。はい。 あの初めてありました。本当に。長年生きてきて。えー、これ、いいねしておきます。ありがとうございます。はい。リツイートしておきます。リツイート。えっ、ー、と、テクネコさんね。テクネコさん、ありがとう。後でフォローしておきます。はい。で、えっ、ー、と、ソース、このページになって書いてある見てみましょう。はい。ポチッとな。えっ、ー、とね。あ、もう、もうこう、用意してあるんだな。これが3分クッキングみたいに。はい。でね、これ、ソフトウェアエンジニアと全部これ、英語で書いてあるね。東京23区。応募ページに進むってあるから、もうこれを押したらですね、応募ページに進んじゃうんですよ。 見てください。もうこれ下の方にですね、ちゃんと、えー、サラリー600万円と900万円。これ、なんだろう英語で言うとなんだ ?6 ミリオンイエンと9ミリオンイエンワンマンスって感じ合ってる合ってる間違ってたらちょっとコメントしようだい。ね、ミリオンだよね。確か100万って。そうだよね。1ミリオン100万円。2ミリオン200万円。3ミリオン。違うかちょっとわかんねえな。 あのちょっとヒロエフラン大学、あの名前書けば入るエフラン大学出身で、なんか卒業もいつの間にかできちゃったんですよ。うん。よくわからない4年間だったんで、何も勉強してません。はい。頭パーです。すみません。でね、ちょっとホームページ進んでみようかな。ね。おい。お氏名、メール、ここら辺は日本語。電話番号2、2 2うん。えー、履歴書。お 履歴書、もう履歴書書きたくねえ。もう履歴書書きたくねえよ、ヒロシ。いくら、もう月収900万もらえると言ってもね、もうね、履歴書って言うだけでね、吐き気がする。もうあれ書くの嫌だ。検証になりあんなの毎回書いて。返してもらえねえしさ。なんかさ、ね返してくださいって言ったらめんどくさいから嫌ですみたいなね。もう、おえって感じ。もう嫌だ、嫌だ。あもう無理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 。てか、もともと無理なんだけどね。でかさ、月収600万から900万か。 夢があるけどどんな仕事をするんだろうヒロシは月収今手取り12万6500円ぐらい、えー、日,日記おじさんです時給じゃないですで年収がねなんだかんだで180万ぐらいかな、うん、年収だから900万円月収が900万だとしたらえー、っと10年でヒロシが、ね、年収180万の10年で1800万だからその半分で900万になるから5年分の年収をこいつは1ヶ月で稼ぐわけだふざけんなよ ーめっちゃジェラシーだけどまあでも実力あるから仕方ないよね。ヒロシは実力がないんで日雇いうおじさんなんですよ。 あの荷物を A 地点から B 地点を運ぶそしてその B 地点に着いたらその倉庫でですね荷下ろしをしてですねまたその倉庫内部の、ね、中でねいろんな荷物をこういろいろこうポイ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 ってこうなんか積んでったりする作業なんですよね、うん、あのまあ非常にあの底辺のあ底辺っつてちょっとやってる人に失礼かなみんな頑張ってね明るい職場ですっつってね明るいですよ電気は明るいうんあのもうすごい明るい職場でやってますはいでねどんなとこなんだろうねこのネットフリックスはね600万から900万って夢が あるよね、うん、すごいです。あのまあ、やっぱり実力あるからね、それは仕方ないよね。実力順ですのでね。でね、ちょっと見てるとね、あ、いいねしておきます。はい、いいね。ねえー、センシティブな内容、まあどうでもいいや。さすがにインディードのクローラーが取得ミスったおは5色だと思うって書いてある。本当かな、ね、これ確かめてみたいよね、うん。ちょっとヒロシどうやって確かめていいかな。そもそも英語は読めないんで、あのわかんないんですけど。意外にありえるんじゃないの、まあ、月収60万から90万が600から900に間違っちゃったってことか。うん ね、ほら、ただ最近日本のテレビ局から有能人材を年収3000から5000万で引き抜いてるって話がありますからね、その業界ってね、書いてますね。はい、もしかしたらあり得る、ね。誰か問い合わせしてみてほしいねあの。他にネットフリックスの普通のなんかなんだ正社員みたいなのは。 なんかかかか月収30とか40とか書いてあったからどうなんだろうねでもエンジニアってさ、もうわかんねえじゃん。レベルが。どの程度のレベルの必要なのか。うん。本当にこんぐらい高いかもしれない。ちょっと夢があるよね。うん。ほら。一応こんなん出てきましたけど、トプトプカメさんね。ただ、ネットフリックスだと月収でもありえそうだから怖い。その代わりかなり厳しい職場だと聞いたことがあります。まあ、日本人からしたらアメリカの会社とかでバチバチ競い合う環境っていうのはどこも厳しそうに見えるかもしれませんが。ということで。まあ、多分、雇用も不安定だろうね。実力結果出さなかったら多分、 すぐ解雇というか、もう機密性ありませんって言われちゃうのかもしれないね。ほい。えー、っと、テックネコ。米国で給与の高い IT 企業ランキング1位なので、すご腕なら、ね、月600万もありえない話ではないですね。えー、実力主義もその通りだと思いますって書いてありますね。すごい。給料が高い IT 企業トップ10。すごいね。まあ、あの、ヒロにはね、あんまり縁のない話でごぜやすが、まあ、あの、夢がありますよね。 テクネコさんありがとうね。今日はね。はい。フォローしておきます。あ、待って待ってこっち、こっちか。はい。えー、っと、うん、お、カーソルがあったカーソルあった。はい。フォローっと。ね。ありがとうございました。ねこれ見てくださいよ。これ。いいなぁ。広島一度でいいから月収600万とか900万もらってみてなあまあ一生無理だろうね。うん。まあ、ここにねえ、え、なんだこれ。え、エクエクエクスペリエンんちょっと待って。え、これ、なんだ。エクスペリエンスか。経験か。 ソフトウェアデベロップメントワンイヤー一年の経験ああよくわかんねえや。うん。ね、まあ。とにかくね、英語は読めないという時点でね、ヒロシの人生はもう終わってますね。ABC がね、ヒロシはね、えー、わかんなかったんですよ。高校時代。だから、A から Z までをまず勉強した記憶ありますね。はい。あの、まあ、なんとか大学受験まで A から Z までなんとか言って、I、w a s とか B 同士とかね、頑張った記憶ありますね。うん。 まあ、あのー、皆さんも勉強してた方がいいですね。うん、こうやって勉強するとですね、こういう月書に、あ、月書にありつけるかもしれませんね。ダメだったら広しみたいな肉体労働ですね。はい、すいません、なんか今日はね、なんかいいなぁと思ってね、あ、夢があるなぁと思って放送させていただきました。ありがとうございました。ね、えー、すいません、えー、テクネコさんありがとうございます。すいません。ということでね、えー、今日はね、この程度にしておきます。すいません、長くなっちゃいました。<laughs> はい、えー、ということでね、あのー、もしね、 あのチャンネル登録とかしていただけると、あのこういうネタを、えー、やる励みになりますので、えー、もしよかったら、えー、ご検討ください。で、この件に関してね、なんか、いやいや、これ、完全ご職やでとか、いや、ありうるぞとかね、ひろしお前もう黙ってろとかね、いろんなコメントあると思いますので、えー、どんどん書き込んでください。盛り上がるの楽しいので。はい。では、今日はこのぐらいにさせていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。